今回ですね、副業する時間がない主婦におすすめのビジネスということでお話をしていこうと思うんですけども、これを聞いている方で、今現在お子さんを抱えていて、なかなか忙しくてビジネスに手をつけられないとか、また将来子供が欲しいけども、いざそうなった時にどうやってビジネスと向き合えばいいのか、そういったところで不安とかね、悩みを抱えている方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、もちろんそういった人に限らず、どうすれば忙しい中でも着実に収入を上げることができるのか、それについてね、話をしていこうかと思います。今回の話を聞くことで、忙しい中でも着実に収入を右肩上がりに上げられる可能性が高い方法というものをお伝えしていこうと思います。ここを知らないといつまで経っても労働的なビジネスから脱却できなくて、毎日毎日時間に追われて疲れて元気のない状態もね、続いてしまいますので、ぜひ今回話す内容を聞いて、しっかりと忙しい自分から時間にゆとりとある自分というものをね、作っていってほしいなと思います。今回の結論として、資産構築型のビジネスは忙しい中でも安心した収益を得ることができるということで、今回具体的に何をやっていけばいいのかについてもね、話をしていこうかと思います。今回の全体像としてこのような感じにまとめてみました。今回も気合を入れて作りましたので、ぜひ聞いてみてください。今回話す項目として、一つ目に、なぜ忙しくて低収入な人と暇で高収入な人がいるのか。二つ目に、特に時間が少ない人はどんな人か。三つ目に、忙しい人はどうやって副業に取り組むべきなのか。四つ目に、自動化の仕組み作りがしやすいインターネットビジネスということで話をしていこうかと思います。まず最初に、なぜ忙しくて低収入な人と暇で高収入な人がいるのかについて話をしていこうかと思うんですけども、これを聞いてる方で、高収入な人に限って SNS の投稿がご飯食べに行ってたりとか、やたら暇そうな生活してるなとね、感じる人もいるかもしれないんですけども、結構あいつ遊んでばっかりいるとに、なんか稼いでいてムカつくなっていうね、そういうね、感情を持った人っているかもしれません。じゃあなんで私たちの中にはあくせく忙しく働いてるのに低収入になってしまうかっていうと、多くの割合で自分が動くことによって収入を得ているケースが多いんですよね。まあ実際自分が身をもってそうだったのでよくわかるんですけども、昔美容師をやってた時っていうのは、本当に体力的にも精神的にも疲れるような毎日を送ってたわけなんですね。本当に毎日朝の5時半に起きて、7時には店に着いて、帰るのが夜中の12時とか1時とかっていうのも本当にね、ザラにあったような、そういった生活を送ってたわけなんですね。確かにその中でもやりがいってものはあったんですけども、常にどこかね、なんか副業のサイドビジネスかなんかで儲けないと不安で不安でしょうがないっていう、そういった状態が続いてたかと思います。じゃあ逆に、暇なのに高収入な人ってなぜなのかっていうと、仕組み自体がお金を運んでくれるっていうような、そういった状態ができてるわけなんですよね。この後どうやってその仕組みを作っていけばいいかについてもね、話をしていこうと思うんですけども、このお金を運んでくれる仕組みがあることによって、本当にゆとりがあると自分の趣味の時間に時間を費やして、そこから新しいビジネスが生まれたりとか、また本を読んだりとか、人と会って食事して話をすることによって、新たな知識やアイデアから収入源を作ることができたりするわけなんですよね。じゃあ特に私たち生活する中で時間が少ない人はどんな人かっていうと、意外と忙しい忙しいという人に限って余計なところに時間を使っていたりします。副業する時間もないんですよっていう人に限って、特売日の卵を遠方までね、チャリを漕いで一生懸命買いに行ったりとか、気づいたらテレビ見てたりとか、 SNS でネットサーフィンしてたりとかね、そういった時間の使い方してる場合っていうのは、ただの言い訳でしかないわけなんですね。ただし小さい子供がいる主婦の場合は、工夫するか妥協なしには時間が追われるっていうようなことが起こります。これは私自身経験してきて、実際に経験してみないとわからない部分ではあると思うんですけども、まあ、本当に自分も子供を持って、親になるってこんなに大変なことなんだって、自分の親もこんな大変な思いしてね、育ててきてくれたんだってね、思うと本当に頭が下がるわけなんですけども、実際私も子供が生まれる前からインターネットビジネスやってたわけなんですけども、なかなか自分の時間の確保っていうのは、まあ、シビアな部分があるかなと思います。こんな話することあんまりないんですけども、私の子供なんかはすごい自分のこと好きで、本当に可愛いんで、やっぱりそういった時に自分の中でも葛藤があるわけですよね。本当は仕事もしたいけど構ってもあげたい。まあそういった葛藤が続くわけなんですけども、やっぱりこれからお子さん持つ方だったり、今現在子育てしてる方には、自分が大事にしたい優先すべきことを考えてみてほしいんですね。つまり今の自分は仕事を優先するべきなのか、それとも子供を優先するべきなのか。やっぱり実際問題、ここが悩ましいところだと思うんですけども、まず最初に子供よりも仕事を優先したいというね、方には、ベビーシッターとか、また自分の親とか親戚などに見てもらうっていうような、そういったサポートっていうものをしてもらわない限りは、なかなか仕事を優先するっていうのは厳しいかと思います。これは人によってはね、本当に生活かかってる状態っていうのもあると思うので、
どうしても子供には悪いけども仕事を優先しなければいけないっていう状況下にある人もいるんじゃないかなと思います。これによって貴重な子供の小さい頃の思い出っていうのは少なくなってしまうとは思うんですけども、決して別にベビーシッターに頼むのが悪いとか親とか親戚に子供を預けるのが悪いというそういう考えにはなってほしくないんですね。というのもそういう風潮があるっていうのも割と現代になってからで、大昔っていうのは子供が生まれたら周りの人からサポートしてもらったりとか自分の家族にも見てもらうっていうのは結構当たり前だったんですよね。世界全体で見ても決して自分たち夫婦以外の人に子供を見てもらうっていうのは例外的ではないということをね知っておいてほしいんですね。まあ、ただね、中には自分たち夫婦で子供の成長を見守りたいと、そういう人もいると思うんですけども、やっぱりこの場合っていうのは夫婦のどちらかの負担が大きくなる傾向があるので、しっかりと仕事と家族のバランスってものを取らないと破綻してしまう可能性もあると思うので気をつけた方がいいかと思います。じゃあ次に仕事よりも子供を優先的に考えた場合、この場合ある程度仕事は0歳から4、5歳ぐらいまではセーブすることになるんじゃないかなと思います。これ2人また3人になってくると話は変わってくるので1人っ子と想定した場合ですね。それ以降の年齢っていうのは学生からは少しずつ時間的な問題っていうのは減っていくと思いますので、この0歳から学生に上がるまでの間っていうのは物理的な時間は減ると考えてた方が無難かと思います。まあ、逆にね、仕事よりも子供を優先することによって子供が小さい頃の貴重な時間を一緒に過ごすことができるわけですね。あるデータではお金持ちが後悔していることの一つに、もっと自分の子供が小さい頃に一緒の時間を作るべきだったというね、そういった後悔を持っている人が結構多いので、特に子育てで忙しいという人にこの仕事と子供の時間のバランスよく作るにはどうするべきなのか、それについてもう少しね深く入っていこうと思うんですけども、じゃあ忙しい人はどうやって副業に取り組むべきなのか、ここであまりおすすめできないビジネスと忙しい人におすすめするビジネスというものをね紹介していこうと思います。まずあまりおすすめできないビジネスとして、お金を労働の対価としていただくビジネスですね。例えばどういったものかっていうと、クラウドソーシングサービスで仕事を請け負って毎回毎回それをこなすっていうことですね。これは決して悪いわけではないと思うんですけども、これって結局アルバイトやってるのと同じなんですよね。何かタスクをもらってそれをこなしてお金をいただいて、また新しいタスクをいただいてそのタスクをこなしてお金をいただくって、その繰り返しになってしまうので、ここに積み重ねっていうものが生まれないわけですね。じゃあ逆にそんな忙しい人におすすめするビジネスってどういったものかっていうと、一度作ったら継続的自動的に収入が入る仕組みが作れるビジネスですね。自分の労働を売るのでなく、その仕組みから生み出した時間というものをプライベートの時間に費やしたりとか、それこそ家族みんなで一緒に出かけたりとか、子供との遊ぶ時間を作ったりとか、また時間が生まれることによって新たなビジネスに取り組む時間に費やすこともできるわけですね。じゃあそんな自動化の仕組み作りがしやすいインターネットビジネスって何があるかっていうと、一つがアフィリエイトですね。このアフィリエイトの特徴として、購入者へのサポート業務がほとんどないので余計な時間が取られないっていう、そういった利点があります。基本的にアフィリエイトの場合っていうのは販売者に商品のサポートが行くので、アフィリエイトの売り上げが上がった後に何らかの作業が必要になるってことは基本的にほとんどないわけですね。またアフィリエイトの利点は商品作りなどの手間が取られないっていう点ですね。例えばランディングページの作成だったりとか、カスタマーサポートの役割だったり、そういったものがね必要ないので、まあ、手間が少ないわけですね。というわけでアフィリエイトの場合はイレギュラーなことが起こる生活を送ってる人でも生活の合間の時間に取り組むことができます。特に小さい子供の面倒を見なければいけないとか、親の面倒を見なければいけないとか、奥さんや旦那さんのサポートをしなければいけない、こういった人にもアフィリエイトっていうのは向いてるわけですね。具体的にどうやってアフィリエイトで稼いでいけばいいのかについてはね、私のアフィリエイトに特化したプログラムも用意してますので概要欄に貼っておきますので、興味がある方はチェックしてみてほしいと思います。そしてアフィリエイトの他にも自動化の仕組み作りがしやすいインターネットビジネス、どんなものがあるかというと、定額のコンテンツ販売ですね。コンテンツ販売っていうのは定額だと購入から商品提供までの流れを自動で行うことができやすいわけなんですね。例えばメルマガとか広告によってこの購入から商品提供までの流れを自動で行うことができるわけですね。また定額のコンテンツ販売は手間はかかるけども、一度作ってしまえば継続的に販売して利益を得られやすいという側面もあります。私自身が販売しているプログラムの中でも何年も前から販売してるけども売れ続けてる商品っていうのもあるわけですね。どうしても商品コンセプトを考えたりとか、ランディングページ作ったりとか、コンテンツを作らなくちゃいけないっていうね手間はあるんですけども、そこさえ一度作ってしまえばね、忙しい中でも自動的に売れるような仕組みを作ることができるので、この定額のコンテンツ販売っていうのもおすすめしたいと思います。おすすめの価格帯としては、自動で売るんであれば数百円とか数万円が売れやすいので、そこはコンテンツの中身にもよるんですけども、比較的このコンテンツ販売においては高額になればなるほどサポートが求められる傾向があるので、もしコンテンツ販売をゼロから学びたいという方はね、この動画の概要欄にコンテンツ販売に関する動画もねアップしてますので、そちらも合わせて見ていただければと思います。
というわけで今回のまとめ、時間がなくて忙しい人はビジネスの構築の仕方次第で作り出せる時間というものが変わってきます。もしこれを聞いてる方で子育てに忙しい人、またこれから子供を育てる人、それとは関係なく日々ね、時間に追われて忙しい人、今取り組んでることが仕組み作りにつながってるかどうか今一度見直して、最初にお伝えした自分が働くことによって収入を得る側じゃなくて、仕組み自体がお金を運んでくれるような、そういった状態を作れるように、ここからさらに学んでいってほしいなと思います。今後もこのチャンネルではインターネットビジネスで役立つ情報を発信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録とこの動画にいいねボタンもよろしくお願いいたします。今回のこの資料が欲しいという方は、この受け取り方もね、この動画の概要欄に載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。私の LINE では経済的自由なライフスタイルを実現するための知識やスキル1000万相当の無料プレゼントも行っています。まだ受け取ってないという方はこちらの LINE を追加して今すぐ受け取ってほしいと思います。というわけで最後までご清聴していただきありがとうございました。